さて、まだ座ったままでいてくださいね。私はちょっと、後ろから失礼いたします。耳は徹底的に掃除をいたしましたから、最後の最後に、オイルマッサージで保湿いたしましょう。まずは、ティッシュで水気を取っていきますね。
こんなところですかね。では、オイルをなじませた指を入れますね。じんわりと暖かくなってくるでしょ。エステでも使われる耳に優しく血行を良くするオイルを使っておりますから、これがだんだんと気持ちよくなってまいりますよ。では最初はゆっくり動かしていきますね。いい音が鳴りますね。私からもよく聞こえますよ。次はもっと深くまでにちゃにちゃいたしましょうか。
今度は耳を揉んでいきますね。耳かきの時に言ったようにツボが多い箇所ですので、少し揉むだけで大変気持ちよくなっていただけますよ。あまり揉まれることがありませんが、こうして揉まれてみると結構気持ちがいいものでしょう。では今度は揉みながら耳の中をケアしていきますね。
耳にオイルをなじませることができましたね。では、最後にちょっとだけくちゅくちゅさせますか。これで本日の私のご奉仕は終了となります。坊ちゃま、お疲れ様でした。